こんにちは、映画批評で、小さな英雄カニと卵と透明人間、これはですね、アニメなんですね。で、これね、スタジオポノックっていう、メアリと魔女の花、まあ、あんまりこれ面白くなかったんだけど、が、まあ、プロデュースしているやつなんですね。で、なんか高畑勲監督の下で活躍した百瀬義行さんとか、まあ、いろいろ、あと宮崎駿作品の中心を担った山下明彦、天才アニメーターとか出てて、まあ、結構そのクリエイターとしたら有名な人がやってるやつで、で大体15分ぐらいの短編のアニメが、まあ、3本っていう非常に小さい作品なんですよ。で、正直ね、15分のアニメが3本なんで、もうストーリーがどうこうっていうレベルじゃないし、アニメーションとしてなんかそのなんだろう、アニメーションの技術とかその作画とかね、細かいそのなんつうのかな、技術論みたいなものはすごくもうやっぱり一流の、日本のアニメーションの一流の人イコール世界の一流ですから、もう申し分ないし、特に透明人間という、まあ、まさに透明人間の実存を描いた作品があるんだけど、それなんかものすごくね、ああやっぱりそのカメラで撮ったものではなくてアニメーションで手で描いたものっていうのはすごいなと思いましたし、でサムライエッグっていうまあ、アレルギーを描いた、で僕アトピーとかがあって、顔がちょっと赤くなってるのもそのせいもあるんだけど、まあ、今ちょっと花粉症の季節でもあるんでね、アレルギーがちょっと悪化してる面もあるんだけど、そのアレルギーの子供の、まあ、今すごく社会問題になってますけど、アレルギーのアナフィラキシーとかの子供を持つお母さんの話なんでね、まあ、それはちょっと自分がアトピーがあったり花粉症があったりするっていうのもあって、まあ、身につまされる思いで見てたんだけど、まあ、ただ映画としてじゃあ3本もう、でもう一つはそのカニーノとカニーノっていう水中に住む小人の話っていうね、まあ、ちょっとファンタジー作品という、で、まあ、正直ね15分なんで、まあ、ストーリー展開といっても、まあ、正直大したものもなく、なんていうのかな、世界でも一流のアニメーターの人が描いたアニメーション作品のこう情感を楽しむっていうかな、それだけの映画として見た方がいいでしょうね。だから映画として、まあ三つ星で評価する分には、まあ一つ星にはなりましたけど、まあ日本のアニメのレベルっていうのかな、これぐらいですよっていうものを、なんか例えば外国人の人にプロモーションしたりとかするときに、まあちょうどいい題材になると思うんですね。うん、なんで別にそのこれを見て時間の無駄だとかそういう話ではなくて、映画としてはちょっと評価できないけど、まあ、すごいやっぱり日本のアニメーションのレベルは高いなっていうことですよね。うん、まあそんなとこかな。まあそれだけです。ご視聴ありがとうございました。